マーリアあるいはマーリアリース・イルスはエストニアの歌手。日本語ではマーヤと表記される。4歳でミュージカルオニシーンでデビューし、その後エストニア TV 児童が圧団にも参加した。1995年に最初のアルバムマルジャ・リースを発表し、1997年から1998年にかけてリリースされたファースト・イン・ラインは、 エストニアだけではなく日本を含めたアジアや南米の国々で二十五万枚以上を売り上げた。ユーロビジョンソングコンテストにはエストニア代表として九百九十六年と九百九十七年に出場し二千四年と二千五年はエストニアの特典を発表した。また音楽活動以外にもミュージカルへの出演歴がありイエスティアチブスーパースターレイの審査員を務めたことも ある。1999年には、ユニセフのエストニア国内大使に任命された。エストニアの国内大使が任命されたのは、この年が初めてのことであった。1996年に開催された、ユーロビジョンソングコンテストで、イボリンナと共に、ーラキー H ジットルを披露し、94点を獲得し5位となった。前年に引き続き、エストニア代表として、 ユーロビジョンソングコンテストに出場した。キーリチュードマオータイ、82点を獲得して8位となった。2003年にユーロビジョンソングコンテストのスウェーデン代表選考会であるメロディーフェスティバルに出場し、h i s a l WAYS オンマイマインドを歌ったが、準決勝を呼んで6位に終わり、決勝に進めなかった。2004年にユーロビジョンソングコンテストの エストニア代表選考会であるエウロラウルにオムで出場し、4位となった。アルバム、ファーストインラインは日本でも、風を抱きしめてというタイトルでリリースされ、その中の楽曲、ファーストインラインは、FM 大阪の1998年2月のパワープレイ曲であった。また、2011年には来日し、エストニア音楽祭に出演した。アルバムシングル、 ありがとうございます。